最初は本当にできるスポーツじゃないなって、次第に楽しいと思うようになってやってみたいって思いました。日本代表を目指して頑張っていきたいです。ハイタイ。さあ今日のテーマはこちら、子どもが安心して学べる環境づくりをサポートする就学援助制度についてお伝えします。まずはこちらをご覧ください。学ぶこと、それは子どもの権利。安心して学べる環境を作るために就学援助制度はあります。詳しくは学校または各市町村へ。ご覧いただいたように、現在県では児童生徒が安心して学べる環境づくりに取り組んでいますが、その一つに就学援助制度があります。これは小中学校に通うお子さんのいるご家庭の中でも経済的な理由によりお子さんを学校に通わせることが難しいという保護者に対して、ランドセルや制服などにかかる新入学用品費、給食費、修学旅行費、さらに医療費などを援助する制度です。学校生活で必要な様々な援助があるんですね。なお、ここに書かれている援助の内容や支給額、支給時期、審査基準などは各市町村によって異なりますのでご注意ください。そしてこの制度は県内の小中学生の4人に1人が利用していますが、まだ利用したことがないという方にとっては不安なこともありますよね。これまでに寄せられた質問をいくつかご紹介しますと、就学援助でもらったお金は後で返さなくてはいけないの？これは貸し付けではないので返す必要はなく、安心して利用できます。誰でも就学援助を申請できるの？はい、小中学生のいるご家庭であれば申請は誰でもできます。誰でも就学援助を利用できるの？これは市町村ごとで異なる認定基準によって審査を行い、認定された場合に支給されます。毎年申請が必要なの？援助を継続して希望する場合も、中学校を卒業するまで毎年審査が必要なので忘れずに申請をお願いします。他にもわからないことや詳しい内容はお住まいの市町村教育委員会まで、まずはお気軽にお問い合わせください。子どもたちの安心で楽しい学校生活のために、ぜひ活用してくださいね。続いて県からのお知らせです。感染予防には手洗いが最も有効です。外出した後や食事の前など、こまめに手を洗いましょう。咳やくしゃみが出るときは咳エチケットをお願いします。詳しくはご覧のところまで。 CSF は豚やイノシシの病気で人に感染することはありません。また感染した豚の肉が市場に出回ることはありません。仮に感染した豚の肉や内臓を食べても人体に影響はありません。詳しくは県のホームページをご覧ください。税務署では確定申告の受付が始まっています。所得税と贈与税の申告・納税の期限はご覧の通りです。早めの申告をお願いします。詳しくはご覧のところまで。その他のお知らせはご覧の通りです。以上、県からのお知らせでした。ここで視聴者プレゼントのお知らせです。今月はこちらの商品を抽選でプレゼントいたします。ふるってご応募ください。ツイッタークイズの正解発表。今日ご紹介した就学援助制度を利用している県内の小中学生はおよそ何人に1人でしょうか？正解は2番、4人に1人でした。皆さんも県広報課のツイッターをフォローしてクイズに参加してくださいね。それではまた来週。